宮地直一宮地直一1月24日から1949年5月16日は、日本の内務官僚、新党学者、高知県高知市出身。1908年に、東京帝国大学文科大学史学科を卒業し、1909年内務省、入省。神社局交渉官、同交渉課長などを務め、戦前の日本における神社、神道行政に、 大きな役割を果たした。内務省勤務と並行して大学でも教弁を取る。1918年東京帝国大学文科大学講師。1922年国学院大学、教授。1938年東京帝国大学神道研究室主任教授。同年内務省を体感。1946年東京帝国大学を定年退官 戦後は神社存続のため GHQ との接触を行ったほか神社本庁の創設にも関わり同顧問を務めた。実証史学に基づく近代神道史学の先駆者として知られる。一方で東京帝国大学在学中に支持した萩野義行の影響から信仰的な要素も見られるとの指摘がある。 1923年に熊野三山を中心としたる神社の指摘変遷により文部大臣から文学博士の学位を授与される。内務省神社局では社格の認定などに関係する神社交渉を担当した。明治神宮の創建にも深く関わり、彩色や信仰を定めるための神宮、書者の調査などで中心的な役割を担った。彩色。 神法制定のため各地の神社に調査に赴き、神社局交渉課長在任時は、1929年の神宮式年仙宮にて奉建されるご小属神法の古儀調査なども担当した。また、神闘士の専門家として各地で講義を行った。ありがとうございます。